ピネローロは、イタリア共和国ピエモンテ州鳥ノ県にある、人口約3万6千人の基礎自治体。中世には交通の要衝であり、サボヤ家によって要塞が建設された。フランス王国領であった17世紀後半、ピネローロの要塞には、謎の多い囚人、鉄仮面が収容された。イタリア語以外では、以下の名称を持つ。鳥野県南部のコムーネで、 県と州都トリノの南西約4 0トルに位置する。トリノ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、中世のピネローロはイタリアにおける交通の要衝の一つであり、サボヤ家が要塞を築いた。軍事的な重要性ゆえによく知られた軍学校の起源となる学校が置かれている。フェネストルルテの要塞も近くにある。ピネローロについて、 最初に言及された文献は10世紀のもので、当時ピネローロは鳥の領主の鳥の辺境白漁に属し、ピネローロの修道院長が行政を行っていた。1235年、サボヤ博アメデイオ4世は、ピネローロを一種の保護領とした。1243年、ピネローロはサボヤ家による完全な支配下に置かれた。以後、サボヤ家の所領となった。 1247年、ピネローロにはコムーネが成立する。ピネローロ修道院長は引き続き、アバディア、アルピナの修道院領の行政に当たっていた。1536年に、フランス王国軍がピエモンテに侵攻すると、ピネローロも占領され、1574年まで、フランスによる支配を受けた。1631年のケラスコ条約により、再び、 フランス王国領となった。1665年には失脚した大倉卿、ニコラ・フーケがピネローロの要塞に遊兵されている。鉄仮面は1669年にこの地に収容された。大同盟戦争中の1696年、フランス王レイ14世はサボヤ港ビットーリオ・アメデーを2世にピネローロを返還することに同意した。ただし、返還に際しては、 要塞を破却することと、ルイ14世に敵対していたアウクスブルク同盟から、サボイアが脱退することが条件とされた。2006年トリノオリンピックでは、カーリングの会場となった。ピネローロには、以下の分離集落がある。ありがとうございます。